いい声してますね。カエデさん、カエデさん、コンビネーション、こんなことでこれやばいでしょ。え、これ緊張感やばくないですか、この部分のライブ。これ今日の番組はキラのスポンサーのテーションだ。ということですね、今日もやっていきたいと思います。ボイストレーナーやってます、魔本と申します。そして、はい、ボイスドクターのリーです。はい、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということなんですけども、我々、VTuber さんを、絶賛勉強させていただいておりまして、はい、今日も、ちょっとその一環で、VTuber さんの動画を見ながら、はい、リアクション、そして声の専門家2人による解説、やっていきたいと思います。よし、頑張ろう。まあ今、VTuber 検定、順位1級に向かって、我々です。素晴らしいってますから。猛勉強さあさあさあとんでもない速度で吸収していっておりますから、はい、皆さんからたくさん温かいコメントをいただいておりまして、 それを本当に、本当に全部見て、書き出してこれがこうなんだ、こうなんだ、真面目ですから。やめてください。ブランディングにそうそう影響出ますんで、実は真面目なんだっていう、ね、ところでですね、はい、本当に参考させていただいていて、今日も、あ、このコメント多いわっていうのが1個ありまして、そのうちの1個なんですけれども、これなんです。これロフマオって読むのかな。これ VTuber さんのグループですね。なるほどなるほど。そうそう、前そうです、バックスさん、ね、2回ほどですね、リアクションさせていただきましたけども、誰がそう構成委員なのかということ。そうなんです。ちょっと発表しますね。1人目はですね、鏡隼人さんです。鏡隼人さん、社長、社長さんね。そう、もうね、社長さんはね、はい、結構好きですもん。そうロイヤルミルク、ロイヤルミルクキャラの香りやられてますから。そう、あ、ツヤツヤですからね、はい、そして、ケンモトさんす、王子怒られるんだよ、怒られるんだよ、王子、俺たちの王子、俺たちの王子、ケンモトさん。あ、そして、はい、フワミラさん。あ、フワさんです、フワさん、おなじみの、とりあえずはこの3人、そうですね、そうですね、そうなんです、そして最後の1人、はい、海田春さん。あ、海田さん、そうなんです、初めましてなんです。初めまして、多分ほんとめちゃくちゃ有名な方なんだと思うんですけども、すみません、失礼ながら、はい、我々初めましてということですね。この最初3人は、はい、おなじみ、我々からしたら、そうですね、予習している、予習済みです。ああ、なんです。そして海田さん、新しい範囲が出てきました。また新しい受験科目が、そう、科目が増えましたので、ね、でも楽しみですね。そうなんです、そうなんです、そうなんです。こういった本当に発生というか、そう、この4人の、で構成されているロフマオ、オリジナル曲、みたいです。オリジナル曲か、ハンズアップです。なるほど。だし、これライブなんす。でいけない太陽の再来来た。VTuber さんのライブはね、そう、ちょっと新しいですから、新しいですよ、我々にとってみたら、まあ、とはいえこの2人、声を生業にしている、プロ2人でございますのでね、そこの視点ならではからのですね、こともいろいろコメントをさせていただけると思いますので、ぜひ最後まで楽しんでご覧くださいということで、このチャンネルではこんな感じで日々発生関係の話アップロードします。チャンネル登録がですね、まだお済みでない方、この機会にぜひよろしくお願いします。じゃあ見ていきましょう。さあ、じゃあということで、はい、オリジナル曲、ハンズアップ見ていきましょうか。はい、ライブですよ。参ります。参ります。ハンズアップという曲です。いい声です。いい声、めちゃくちゃいい声です。ほんと声優さんみたいですよね。このなんか頼りがいのある素晴らしいね声してますよ。参ります。参りましょう。ハンズアップという曲です。ここだけ聞きたいですね。初披露なんでしょうね。初披露か、多分ギターなんですね。バンドサウンド、かっこいいね。かっこいい。このいいっすね、後ろが、この感じ。え、そう、あ、そういうこと。そう、これ、これリアル。いや、本当にリアル。いや、これはリアルでしょ。これリアル、皆さんも教えてほしいんですけど、これリアルなの。これ、これリアル会場、これリアル会場っぽいっす、ね、リアル会場なんですか、これ。どこですか、これ。でもねえ、なんか会場がでっかいけど未来的すぎて、いや、特定不可能。すごいすごいですよね。これ観客の方も V なのか、あるいはリアル R なのか教えてほしいです。あれじゃないですか、福岡だったらマリンメッセですよ。福岡だったらね、マリンメッセですか、これ。もはや違うか。福岡ではやってくれないと思う。そんなことない、そんな
マリンメッセージ。そんなこと、福岡は卑下しないでください。いやいや、福岡大好きなんです。そうですよ。僕も大好き。マリンメッセージ。あります。絶対ありますよ。ツアーがありますよ。いや、すげえわ。王子。おーい、このあれ、いいっすね、爽やか、爽やか、ね、弾けてる、めちゃくちゃ弾けてる、なんかいいよね、いい、柑橘系ですね、柑橘系、汗がこう、そうなんですよ、なんか爽やかな夏の、そうなんですよ、で白シャツにね、ちょっとはだけたシャツっていうかさ、大丈夫かなこれね、2人セット持ってるでしょそう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 、持ってるでしょって確定させちゃってる、そうそうそう、持ってるでしょ、どうせ持ってるでしょ、そうそうそう、これ持ってるでしょ、これ10秒チャージを持ってね、やってますよ。いいですよ、これ。いや、爽やかです。爽やかですよ。まあなんか本当に、うん、本当にそういう歌い方してますよ、ね。本当にそういう感じです。跳ねるようなニュアンスっていうか。うん、いい、勢いがある。勢いありますよね。元気系ですよ。そうそう、なんかスキップするような歌い方してますよね。うん。うん、正直とかも、正直ってこう、ザラザラっていうか、しょぼじき、もう W をちょっとつけるようなニュアンスとかも入れたりとかして。うん、ラップライクだよ。ラップライクですね。うん、ラップライクだラップとまではいかないんだろうけど、2割ラップ。うん。な感じですよ。2割ぐらい入ってますよね、これ。はい、2割か3割ぐらい入ってる。そうですよね。うん、入ってる感じ。それぐらいアクセントが効いてて。プラン、その後に皆さんがなんかちょっとこう一緒に。うん、こうなってます。Do it! みんなも一緒に言うみたいな。このライブ感。ねえ、いいよね。いい。これだから最初責任重大ですよ。ああ、確かにな。曲の方向性決めるから。確かに確かに。だからそこで、こう。ほんとそう。ね。王子が俺が行くって言ってくれたのも嬉しいよね。あ、そうかもしんないわ。リーダーシップ。嬉しいよね、とか。リーダーシップしてる。そうね。そうです、そうです、そうです。いや、最高です。元気な感じでね。うん、これ、だって曲の方向性がこれでその分かりますもんね。うんうんうん。初めて多分聞かれる方もこれで多いんでしょうから、そうそうそう、あ、そういう曲なんだって入り込めるっていう、うんうん、一歩目として。ライブでこれはだから責任重大なんで、やっぱ難しいですよ。そうですよ、うん。素晴らしい。肝が座ってないと。バーン、うん、最後投げるようにして。あ、これさん。お、お、お、本当にラップになった。ラップになったね。ラップライクだったのに。ラップになりました。ラップになりましたね。うわさ。ラップいいね。ラップいけるんだ。ラップいけるんですね。てかそのさっきの本当にラップライブからラップに行くって、まあ、なんか新しくてかっこいいですね。新しい。そのまま行くと思いませんでした。いや、本当にそう。ね、いや、ほんまにそうなんだ、うん。リズミカルなメロディーなのかと思ったら。ね、うん、いい、いい、いい。その後ラップになるんだ。ちょっと疾走感が。ね、いけんだ。おあきた。新範囲来た。これが。来ました。これカレー屋さんですね、きっと。ああ。来ましたね。持ってきましたね。またキャラクターが違いますね、声の。なんですか、ちょっとこう、うん、さっきみたいにラップライクからラップに行って、うん、その落差がまず普通のメロディーに行くだけでもすごいのに。そう、なんでしょう、なんかそのもうおっとりとしたなんか優しいクリーミーな甘さですよ。わかる、わかります、わかります。僕もなんか思ったのは、どこにも当たってないっていうか、なるほど、スンって通ってる感じ。あ、全然ぶつかってない感じ。ぶつからないやつですよね。そう、あのもうなんだろう、レーシングゲームがあるじゃないですか。はいはい。こガンガンぶつかってなくて、もう綺麗にこのコースのまま、なるほどね、こう魚雷のように行ってる感じの歌声してますよ。いい声です。いい声。なんか空間がすごい余裕がある。ね、でも鳴ってるみたいな。そしてね、その甘い時って軽くなりやすいですよ。そうなんですよ。太くいんですよ。マジでそうなんですよ。そうですよ、ね。そう。だから芯はあるんだけど、うん、なんか、で空間もあるんだけど、ぶつかってないんだけど、うん、こう、説得力あるみたいな感じ。だから、僕からしたらやっぱそのクリームのような。あー、なるほどね。甘さというか。あー、そういうことなんですね。うん、軽くないというか。わかります。うん。温かいですよね。存在感があるって温かいんですよ。いや、すごいわかりますよね。うん、めっちゃそう。これなんかいいですね。温まる。これ。相性がいいかもしれない。確かに。これ、そうなんだ。このなんか、オスオスしてるのかなと思ったけど。そうですね。こういう声、もう、うん。いいですね、存在感が、ね。いい。なんかまたいいね。不思議だな。不思議な、うん、意外となんか、珍しいかもしれないです。うん。怖いのが。確かに。優しい。優しい。優し強い。あ、
そして安定、安定の、おお、今のハモリ、今ふわさん、え、上、ふわさんかな、これ、上来た、え、カイラさん、これカイラさん、高っ、そっちも行ったの、そっちも行った、これどっち、皆さん、これどっちだと思います、これ、これむずいな、今、まあ、表情的にカイダさんの可能性ある、あるあるある、さっきと全然違ったね、さっきよりは鋭いからフワさんの可能性もありますね、うん、鋭くて高いから、そう、へえ、もろ、カツッと来てる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 、ね、おお、太いな、うえ、おお、してますね、カイダさん、カイダさん、いい声してますね、ツヤツヤですね、ツヤツヤですね僕一番好きな、いや、そうです、ツヤツヤボイス、ツヤツヤボイス、やっぱぶつかってなくないですか、いや、そう言われると、その表現もまた的確で、そうね、えひょうひょうと、ひょうひょうとまっすぐ強い、つまりバランスが取れてる、バランスがめちゃくちゃいいっすね、つまりね、寄ってない、寄ってないよね、真ん中、真ん中、真ん中ぶち抜いてる、しかも結構スピードでぶち抜いてる、だから高音でなるとそれが際立つ、ね、そうですね、うん、キラキラさが目立つ感じがする、うん、高音って絶対ぶつかるんですよ、いや絶対ぶつかるよね、ぶつかる、言葉によってもぶつかるし、サビいいね、サビがよかった、みんなで一緒に歌ってるとこ、うん、社長のバトンタッチからね、キラ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 してますね、キラキラしてる、爽やか、これまたこの高音が一人一人違いますね、違う、発声が違うんで、声質が違うんで、違う、楽しめますね、楽しめますし、うん、これいいなって思うのは、うん、おっしゃる通り、本当みんな声本当に違うから、うん、よく聞いたらちゃんと聞こえますね、そうそうそう、うん、うんうんうん、だからいいっすわ、埋もれてないから、埋もれないね、うん、そう、馴染んでんだけど埋もれてないから、うん、すごくいいですよ、ちゃんとこうみんなぶつかってないから、こう、こういう、こう走れてる。みんなで。だから見える、こう。見たいとこだけ見える。かぶってない。ね、いい感じでずれてくれてる、うんうんうん。いい意味で。だからこの、会場にマッチするっていうかさ、あね、ライブ感と合うんですよ、ね。そうりますよね。ぼやぼやしてないですよね、うん。なんかこう、ミスがないというとあれなんだけど。いや、めっちゃわかりますね。うん。わ、もう、ライブなのをいつもそうですけど、忘れちゃう。忘れちゃう。あと、サビ高くないですか、サビは高いかも、確かにね。ずっとちょっと高いですね、うん、で、うん、ちょいちょいさらに高くなります、そう、うん、え、高くない、ラララララで 100% テレテレってここぐらいまでいきそうだよね、テレテレ、あー、うん、マックス A4 シャープとか、でもその後多分もう一回一音高くいくもんね、そうですよね、 A シャープ、ここ、そうそう、C、C、C が出る、うわ、たけ、で、そこ結構厚めにいってるから、いやー、いってる、うん、C に聞こえないですもんね、なんかシュッとサビ一回聞いちゃったっすけど、うん、結構高いっすよ、軽めのミックスって感じもしないもんね、なんかね、うん、そうっすね、バッチシいってる、ちゃんと真ん中感がある、パワフルにいってるっていうかね、しかもそれを、なんかその、うん、いける人って男性、まあ結構数としては絞られちゃうわけですよ、そうですね、人口で言ったら、うん、4人集まってるっていう、そうですよ、すごいわ、選ばれてる、いや、そこをちょっともう一回みんな聞いて勉強しましょう、勉強したいですね、ここね、うん、えじゃん、ここ、あー、強い、いいですね、強い、いい声ね、社長いい声、社長、これまたちょっと、そうなんですよね、でも違うっすよ、ちょっと違う、なんだろうな、そのロイヤル感減って、うん、でもね、ちょっと落としきってないよね、でもそう、うん、ちょっと下の成分削って、削って明るい感じ、明るい感じ、そこに元気を、そう、わかる、持ってるっていうか、明るさを持ってきてる感じ、うん、ちょっとはつらつで、後半ちょっと厚みを戻してる感じがするの、うん、
最初のとこ皆さん聞きました。ちょっとね、社長感薄、いい意味でその薄くしてるような感じがするんだよな。こうね、ね、ここだ。笑顔を見せて、で最後また戻るんだけど、ね、そう、はい、みたいな。社長感って言葉がもうできるのがすごいよね。いや、そう社長感が薄い。何やそれ。そうそうそう、社長感って何や。そうっすよ、声のことじゃないでしょ絶対それ。でも通じるから、通じる、それがだからこの社長の凄さ。そう、個性ですよ。個性ってのはね、やっぱ何よりの武器ですから、ね、マジでそうっすね。ね、ほんで その人のファンができますから、それでね。ああ、ああ、いい、いいね。ああいいな、いい、うえ、おお、いいな。めちゃくちゃうまいっすね。めちゃくちゃうまいっすよ。カイツさん、このサビ前、サビの、いや高いところとか、ああ、ね、ここサビかな。いや、おお、いいバトンタッチ、いいよね。社長か、社長が結構目立って、うん、お、明るい、明るい、ああ、おお、いい、グッてきましたね。きましたね。ゆるぜっつって、ゆるぜ来ました。いや、ちょっとなんか男らしさがすごくなったんですよ。確かに確かに確かに、グッて、あの、わかりますよ、わかりますよ。なんかそのやっぱり王子の声って誠実じゃないですか、ね、その誠実なままのれんから出てきましたよね。ちょっとでもね、僕はなんかこうオス感感じたんですよね。なんかその最初少年感があった、ああそういうことか、なおさら確かになんかちょっとこう大人になった感じ。わかりますわかります。それはめっちゃわかります。引っ張ってくるそうな感じ。大黒柱感ありますよね。あったあった。それはめっちゃわかりますね。なんかもう王かも。いや、わかるわかる。王子から。じっとれて。じっとれて。王になった。治めてる。国を。一国の主になった。剣持ち王ですよ。剣持ち王っすね。剣持ち王。剣持ち王子じゃなくて。王子じゃなくて。剣持ち王っすね。たまに王になるんですよ。最高の王に。将棋みたいですね。キングです、キング。キングっすね。向こう行ったら裏返るんですね。敵の陣地行ったら。陣地行ったら。そう。王って裏返りますから。まあでも王子から王。確かに。変わりましたね。今のグッて来てたよね。来ましたよね。進化しましたね、今ね。パワフルです。パワフルでしたね。うん。すげえ説得力だった。よく見たら、王子がパワフルだよ。そう、そうそう。王、そう、王、王になった。王だよ。王の瞬間。これ王だよ。王の瞬間。これやばいでしょ。これ緊張感やばくないですか、この部分のライブ。これこれ終盤でしょ。そうですよ、全然気が抜けなかったんだ。そうなんです。こっからもまだね、難易度 E があったわけですよね。スーパー難易度が、 F 難度がね、着地失敗したやつがあった。うわ、いや怖いやつ、怖いやつだ。何回でした、すごいね、すごっ。やっぱこれが待ってんのに、うん、そこまでをちゃんとやってました。ちゃんとやって、いやだから王子結構忙しかったっすよ。王子忙しかったっすよ、いきなりあのテンポで。そう、だからやばいやばい。今回初陣結構切ってたよ、ね、確かに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 。だから王ですよ、切り込む、うん、我に続けって戦うタイプの王ですね。そうよくあるやつ、戦うタイプ、剣も持つやつ、剣持ちですからね。あーやばいやばいやばい、繋がった、我に続け、あ、そう。武器持って戦って最善行くタイプの王、置いてもなお戦い続ける。アーサー王です。アーサー王です。アーサー本当にそう、先頭に立ってんだもん。そうですよ、うん、先陣切ってますよ。からのすぐなのよ、すぐなのよ。うお、すごすげすごい、いや社長結構殴る感じ。いや、殴る殴る殴る。持ち味。おお。いや、ちょっと足並み揃える感じでしたね。落ちサビ的なね。うん。うわあ。あ、いいね。いいね。どうなる。
最高ね。いい。あ、いいっすね。おお。これ入り見事っすね。見事だね。1%、G シャープや。うん。これあのいきなり太陽の時もありましたけど、うんうん、イボイン。イボインでね。うん。C バイ。C かな。いいね。この G シャープ綺麗。綺麗にね。えって。言ってますね。綺麗に言ってんですよ。これで G シャープって嫌なんですよ皆さん。ちょうど間のとこで。そうね。嫌なんですよ。なんなら A シャープぐらい行ってくれって思う人もちょっと怖い感じもあるかもしれないですよね。怖いパターンの音程なんですよ。いやいいとこ攻めてますね、うん、でそこでずっと結構歌ってるサビだから、うん、結構しんどいはずなんですけど、そうですね、ちゃんとやりきってるっていうアタッキーなんでやっぱり そうねだから声帯をやっぱりしっかり使っていかないといけないから、そうですね、ちょっとでも気を抜くとひっくり返っちゃうんで、ね、本当にそうですね、うん、アタックしつつもちゃんとこっちをコントロールしすぎてないといけないので、うんうんうん、アタックしてる風なんだけど、うん、中にいる自分は冷静じゃないと、うん、これ歌いきれないですよ、ね、だからやっぱりブレちゃいけないやつで最初に生まれて、ね、あーそうだわ、やっぱバランサーですよね、すごい、そういうことですよね、皆さんね、全員バランサーなんですよね、 それをバランサーにあんまり見えないように歌ってるのがそうですよ、うん、だから結構こうね、そう激しい感じもするんだけど、そうやっぱり抑えるとこは抑えてるっていう、そうですそうです、抑えてるわけじゃないんですよ、ね、そうなんですよね、難しいね、これ表現コントロールしてる、うん、俯瞰してる自分もいながら、どちらかというと振り切れてるんだけどバランスを取ってる軸があるんです、いやマジでそうなんですよね、だから歌ってみてびっくりだと思いますよ、うんうん、特に男性の方、あ、高えって、うん、歌えない人結構いると思います、そうかもしれない、歌いそうに歌ってるんで、皆さん、うんうん、難しくなさそうに、うん、でもこれ意外とハイパー難度だったりするんで、そうだね、うん、いい歌詞や、勇気勇気勇気で、いや、シーンの歌い方いいですよ、シーン語の高いところ、あー、おー、すげー人いっぱいいる、おーい、あ、リアル、やっぱそうです、リアルだった、すごい、いや、よかったっすね、かっこいいね、いや、いいな、めちゃめちゃいいっすね、今回発見またいろいろありましたね、いや、ありましたね、カイダさんもいて、カイダさんうまい、うまい、カイダさんうまうまい、ベクトルまた違う人、そうですね、なんかうまい人ってうまいんだけど、うん、まあ結構ずっと同じ発声だったりすることもあるんですけど、結構低音低音で、ちょっとクリーミーなの、いやクリーミーだったのをやりながら、いい表現、高音であんなツッツにさ、そういけるってすごくない？だからクリーミーさが進化するんですよね。そうですよね。だから各、うん、皆さんのちょっと王子もそうですけど、うん、進化パートが見れましたよね。いや今回はやっぱり美味しかった。王ですよ。いや王でした。うん。今回も大満足の、結構攻めてましたよね、攻めてたね、でなんか不破さんとかは、うんうん、この曲に多分結構もともと声質的に合ってた気がするんですよ、うんうんうん、こう元気な感じっていうか、うんうんうん、結構明るい、そうか、不破さんの声質も結構明るいかなっていう印象があるんですけど、その感じを全体でこう、うん、上を支えてる感じ、うん、で社長はその持ち前の艶、うん、太さ、うん、なんか頼りがいのある声で、うん、下支えしてる感じ、そうだよね、ここがまずこの夫人ができて、ね、上さん社長、この下と上をまず守って、なんか両方とも長男みたいな感じ、そう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 で王子が攻めて、そうそうそう、でカリさん真ん中みたいな、そうです、完璧なフォーメーション、完璧な騎馬戦でした、そう勝てる、絶対に勝てる、口が保証されてる、で上で王が剣を攻めました、今回ね我に続け、そうそうそう、いやこれ良かったっすね、優勝です、だしすごいやっぱ発声が皆さんいいから、いい、すごくあの勉強になるものですよ、これは皆さんね、安定感がやっぱね、安定感すっごいある、この安定感は本当に学びましょう、いや本当にそうっすね、ご本家様の概要欄に貼って、おりますので、ぜひ皆さんも、まあ、チェック済みの方も多いと思うんですけど、ぜひというところでございますと。はい、という感じでですね、今日の動画良かったよという方は、はい、ぜひ、グッドボタンと、あとチャンネル登録、またお済みでない方は、この機会によろしくお願いします。それから、あと、今回の動画に関してとか、補足知識とかですね、はい、あと皆さんのリクエストとか、はい、ございましたら、本当にいつもコメントいただいて、勉強させていただいておりますので、ぜひ今回もいただけると嬉しいですと。お願いします。ありがとうございますと。生徒の専門家、李先生、はい、それから、ボイスレーナー、マホンがお送りいたしました。ありがとうございました。バイバイ。